みんな大好き鶏もも肉。鶏もも肉。鶏むね、鶏ももはやっぱ家庭の味方だと思うんですけども、結構問い合わせいただくのは、鶏むねとかはさ、なんか硬くなっちゃうんですけどみたいな時もあるんですけど、はいはい、なんかどうやらももも、なんかあんまりいまいち美味しくならないんですよねみたいな、いい方法ないからっていうところと、柔らかく、食べれる鶏ももっていう選択肢で、なおかつなんか唐揚げとかそういうメジャーどころじゃないけどシンプルにみたいなことをすぐ考えて、今日はこちら塩麹鶏もも肉の麹漬け焼きを作っていきたいと思いますので、なるほど、もちろん知ってる人は知っている、なんかすごい CM みたいな感じになっちゃったね。ビブラのボイラーの、いやそう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 それだそれだ。今日は改めてそんな知ってるみたいな人も、逆に麹漬けるのどんな感じなのみたいな人にもですね、伝わる動画になればいいなと思ってますんで、ぜひとも鶏もも肉の麹漬け焼きやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。材料紹介シンプルですね。はい、もうほんまに2つっていうか、塩麹と、うん、なんかもう無理やり増やせないかなって思ってますもん今少なすぎて少なすぎて。麹のレシピを発信してる方も結構多いんですよ。 YouTube とかも多いと思うんですけど、はいはい、麹っていわゆる健康的に、なおかつなんかオーガニック的な、そう自然派的な感じのイメージで簡単にできるよみたいな発信してる人結構多くて、そういう方フォローしてくださったりとか、まあ、たまにやり取りさせてもらったりするんですけど、はい、麹の文化がもっと広まればいいなって言ってたんで、それで今日なんかないかなと思って来た時に、あ、麹そういえばいいなと思ったんで、まあ、シンプルにやっていきますよ。よろしくお願いします。鶏ももやっていきますよ。鶏もものさ、この掃除方法はさ、チキンステーキの方あったと思うんですけど、はい、まあ、そっち見てもらえればと思いつつ、このこういうね、中心のこういう部分、これをね、取るんですよ、はい、余計な水分を取ります。そしたら鶏むねを落として、麹をね、こうつけるんですけど、10% ぐらい食材の材料に対して、これが340g、はい、まあ、こんなもんですかね。つけます。こんなもんつけて、でこれよくさ、ポリ袋に入れてとかジップロックに入れて、その中でもおぶみたいなのあるじゃないですか。はいはい、あります。もちろんあれでも構わないんですよ、これに関しては。はい、これに関してはね。ただじゃあなんでボールでこういうのやるのって言った時に、今回のこれは別に大丈夫なんですけど、やっぱボールってボールのいいところがあって、はい、球体になってるじゃないですか。そうですね。で液体もこう、加えたら湾曲してる状態になるでしょう、はいはい、何か混ぜるときに、これが平らなバットとかだったら液体面とかがさ平坦じゃないですか、はいはい、だからその分容量必要だし、これを全体を混ぜるって言ったときに、こっちの部分とこっちの部分って違ったりするわけで、四隅の部分で、あ、例えば砂糖とか醤油とかバーって混ぜるときにうまく混ざんないんですよ、はいはいはい、だからボールってこういう小さいながらも湾曲してて高さがあるから、こうマリネして混ぜるときに味がこう入る場所が均一になるから、だからこういうボールって使った方がいいよねってあるんですよね。なるほど。そう、ジップとかビニール袋を加えて、ま、揉み込むとなると、ジップを袋とかに入れたり、こっちの部分とこっちの部分で上から砂糖を入れたりしたら、食材があって、じゃあなんか液体入って、ここにビッて砂糖入ったら、ここに砂糖入って揉み込むじゃん。はいはいはい。ここからなかなかこっちに動かないわけよ。なるほどね。だから均一にするためにも、こういうボール使ったりとかってのは大事だったりするんだよね。そういうことなんだね。そう。なので、僕がよく言ってるのは、高い器具とかはいらない、正直。それはなんでかって言ったら、その使い方をマスターしてから、高い器具に行った方がいいっていうことがあるんですよ。なるほどなるほど。使いこなせなきゃ意味ないわけで、いきなり僕が高いマネージス買ったって、はい、どうしようもない字しか書けないわけなんだから、字が綺麗になってから万年筆を買って、万年筆を使えるようになってから高いのを買うわけじゃない。なるほどね。そう、それと同じなわけなんで、はいはい、ボールも別に高いのはいらないんですよ。ただボールを用意してるってことなんですよ。でこの状態で漬け込んでおきます。これでこれで乾かないようにね、こういうところこれで漬け込んでおきます。そしたらこれ漬けたやつですよね。ザフンと、はいはいはい、焼いていきましょう。油を内側からいきます。これ結構外側から皆さん焼きがちですけど、あ、結構皮目から焼くイメージありますけどね、はい、鶏ももに対しての考え方なんですけど、これは、はいはい、これ結局さ、一枚のお肉に見えるけど鶏肉の一部をいただいてるってことじゃないですか。となるとこっちが外側で、こちらは傷口なわけですよ、言っちゃえば。内側っていうのは。はいはいはい。ってなってきたら、内側の部分が外のに旨味を出しやすいっていう部位じゃないですか。トマトとか想像しやすいんだけど、はい、トマト切った時に3分に。トマトの内側と外側の断面、どっちが水出そう？
内側なわけじゃん。共通に削けて外側に旨味が出やすいところなので、こっちを焼き固めちゃえば肉汁で旨味が出るっていうのは防ぎやすいよねと思ってるんで、なるほど、僕は内側から焼いて固めちゃって、で裏返して皮をチクチクやっていくみたいな感じでよくやってますね。はいはい、もういい感じで焼き上がったね。焦げ目出てきた。これがこれでまたいいんですよ。で、返します。麹つけるとやっぱ柔らかくなるんで、この柔らかくなった鶏をももでお塩も入ってますから、まあそれうまいよね。うまいよね、もう絶対うまいよ。スープも焼き目がね、わあいいね、いい感じにね、めっちゃいいよ。してもやばで、こうやっぱ皮目から脂がどんどん出てくるんで、はいはいはい、これは取ってきましょうか。じゃあこれも言っちゃえばちょっと塩味の入ったチーユっちゃチーユなので、もちろん拭いてもいいです。拭いちゃってとか、なるほどね、あでも構わないんで、チク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 やってみましょう。はいはい、おーいいですね。いいのよ、これがいいね。またでいい感じね、こうね、こっちも火入ってるじゃないですか。はいはい、こっちもね、こう、わかります？もう火入ってんの、こうやって。あ、基本的に全部入ってるじゃん。はい、でも中の部分がっていうことあると思うんで、そしたらこっち側にしといて、もう火止めちゃう。これで、まあ5分ぐらい置いてみましょうか。そしたら余熱で入ってくるんで。なるほど、うん、もう火止めてる状態で。それではいい感じに、これ、ポイントはね、お肉がね、ブニューブニューじゃないんですよ、はいはいはい、あの火入ってるポイントは。そう、針が入ってる感じなので、これじゃ皮目したりしていきますよ。ちょっと味見しますね。こういうとこね。はぁー、切れてるやん。全人類こっからも取り物これね。はい、パーペキでございます。うわ、パーフェクト完璧、略してパーペキ。やべ、超うまい。うわっ、めっちゃいいね。はい、よいしょ。ありがとうございます。天の鶏もも肉の塩麹漬け焼きでございます。いただきます。すいません。一番いいとこいっちゃいますね。この感じ、これがやばいのよ。いただきます。うわー、うわ、豪快に。めっちゃうまい。これは、お前こんなの絶対やんなよ。つけただけだよ。確かにね、つけて焼いただけ。むずいこと一個もないじゃん。ビタビタよ。どうすか？いいっすか？めっちゃうまい。めっちゃうまいよな。一発で終わらせて。それに関しては一発で終わらせて。これはうまいよな。おい、おい、何見てんだよ。マジありだった。マジありだったよね。ポイントは長くつけすぎると今度は柔らかすぎちゃうらしい。なるほど。麹の情報によりますと、なんか実際どうかちょっと試したいのは分かんないですけど、一晩とか結構長時間つけすぎちゃうと柔らかくなって、なんか弾力とかもなくなっちゃうから、鶏ももの、はいはい、その辺が割と懸念されるかなと思いますので、できたらそれぐらいのあの漬け時間で、まあ、もしちょっと一晩つけたよって人はあのなんか教えてください。どんな感じだったかね。そう、最高でした。なので料理教室のコミュニティ概要欄でありますけど、絶対見ないでください。どういうことやねん。見てもらおう。見てもらおう。マジよかった。豚つけたりでももちろんいいでしょうし、あ、いいね、いろんなパターンもあると思いますんで、麹もね、なんかいろんな活用法ここでもやっていきたいなと思いますんで、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。そんなわけで、朝倉旬改め、朝倉浩二旬がですね、いやいや、ええね、ミドルネーム。ありがとうございました。